どうしたです、今日なんですけど、総称月から 23SS セカンドですかね、デリバリーございました。ご紹介しようかなと思います。今回はね、半袖の T シャツです。半袖の T シャツ一型3色で白、グレー、黒って感じですね。はい、こんな感じです。前がこれレーザーでカットされています。でね、今季テーマがドライブマイドリームスということで、ちょっと車関係、車からこうインスピレーションを得た、はい、そういったコレクションになってるんですけど、これなんだかわかりますか。これどっちもわかりますか。これなんだかわかります。これが何を意味してるか。このカッティングされてるとこですね。前身頃カットされてるんですけど、これが何が、僕はね、展示会でおっつってビビッとわかりましたけども、何でしょうか。3、2、1、正解は、はい、タイヤ痕ですね。タイヤ痕おもろくないですか。タイヤ痕です。タイヤでこう車のがこのようにこうやって走ってた時につく跡。まあ今なんか雪降ったりしたら分かりやすくないですかね。ふかふかの雪の上をさ、こうタイヤがこうバーっていって走ると、そこにタイヤの跡がつきます。そのタイヤ痕から、インスピレーションを得た、はい、タイヤ痕をくり抜いたという、はい、T シャツでございます。ちょっとね、早速着ていこうと。着てみました。こんな感じです。最初にいってきます。こちらサイズ46でお値段2万2000円ですね、はい、どうでしょう。黒を着ていますけども、サイジング、まあ、ちょいゆったりって感じですかね、はい、ゆとりのある感じのデザインでございまして、あれはまあちょっとスタンダードよりかな、サイジングに関しては、はい、どうすか。中に僕白 T を着ておりますので、このタイヤ痕がね、これバギバギに出て、こうやって見るとなんか不思議な感じしません？なんか柄なんですかあれは、みたいな。柄なのか何なのか、でもよくよく見てみると、近くで見てみるとどうやらプリントではないらしい、みたいな。もうちょっとこう奥行きがあるぞ、立体感があるぞ、みたいな。はい、実はくり抜いてます。どうでしょう、まさかこれがタイヤ痕とはね、思わないという感じでございます。で、レーザーでね、こうくり抜いておりまして、一応ね、これね、生地自体はね、綿と、ポリエステル入ってて、化学繊維も入ってたりするんで、こうレーザーでちょっとこう焼いた後がほつれにくくなってますね。ほつれにくくなってます。綿100だとどうしてもちょっとね、端っこの方からポロポロ、ほつれやすいんですけど、これポリエステルとか入ってるんで、ちょっとほつれにくいような仕様になってますね。新しいですね。かっこよくないですか、ね、こうやってかっこいいよな、こうやって着てる、うん、普通にかっこいいって言った。まあ着たい方はもうインナーなしで、はい、もうちょっとヌーディーな感じで肌を見せつけるっていうのも、まあ、ありかもしれないですね。あと補足というか、今季ちょっとこのカットソー系なんですかね、タグ新しくなってますね。総集付きニュータグでございます。ニューオリネーム、はい、大月という、これ昨シーズンくらいから、はい、使われている新しいモチーフにブランドのネームっていう感じで新しいタグになってますんで、ちょっと、はい、アップグレードされてますね。グレーもね、結構いいんですよね。ちょっとこうくすんだような色味の、ちょっと寒色寄りのグレーですね。で、生地感もね、これね、さっきポリエステル入ってるって言ったんですけど、結構ね、あんまポリが入ってる感じがないです。結構ドライ感のある、ちょっとこう厚手のしっかりめの生地っていう感じでございます。結構しっかりめですね。あんまね、ポリ感がないですね。化学繊維が入ってる感じはないんですけど、すごいこうコットンのちょっとヘビーめな生地感で近いような感じでございます、ね。まあ、ただね、やっぱポリエステル入ってる方がね、何かといいですけどね、タフだったりとか、あとは洗濯した時とかにすぐ乾いたりするんで、非常に、その辺もいいんですけどね、ドライ機能というかあるんで。はい、ってな感じで、概要欄にリンク貼っておきます。ぜひともチェックしていただきたいので、基本的に再入力ございませんので、よろしくお願いします。そんな感じです。では、また。